皆様おはようございます。株式会社ガス兵の有田です。弊社はインターネット上で Facebook のページ制作から SNS の集客までお手伝いしている会社です。どうぞ今後ともよろしくお願いします。本日もプラス映画をお送りするインターネットコミュニケーションテクノロジーショートリテラシーをお送りします。本日はホームページでアクセスを見る際によく利用されている Google Analytics の紹介をさせてもらおうと思っております。それではいつものように画面をどうぞ。はい、本日は Google Analytics について説明していきます。 Google Analytics はホームページのアクセス分析ができる無料のサイトです。いろんな方が Google Analytics に対して、いろんな解説をされていらっしゃってるみたいですので、今日は僕は触りの部分だけ説明させてもらいます。 Google Analytics は、どういうものかと言いますと、基本ホームページに Google Analytics のソースコードを埋め込み、ホームページが現状どのようなアクセスになっているのかっていうことを Google の検知から試算してくれます。例えばこのサマリーですと、日付順にホームページのアクセスが見れます。今見ていただいているのはプラス A のホームページのアクセス状況です。約1ヶ月に382セッション、ページビューが889という状況です。アナリティクスは、地域の方からもですね、どこからホームページにアクセスされているのかというのが見ることが可能です。プラス A のホームページですと、このように県別にアクセス数が出ます。1位は徳島108セッション、2位は東京88セッションというふうについていきます。また、集客の面のサマリーでは、ホームページにどのようにアクセスされたのかというのを見ることが可能です。オーガニックサーチ、通常の検索サイトで検索されたというところですね。プラス A の特徴は、このソーシャルの中で、SNS からホームページに誘導した数がここに表示されています。Facebook では87セッションでホームページにアクセスされているという状況が見れます。また、行動フローでは、ホームページにアクセスされたトップページからどのような仮想ページの方に移動されているのかっていう動線の流れを見ることが可能です。これ以外にもたくさんの、アナリティクスの機能はあるのですが、今後ホームページを有効的に活用していくためにもこのような検証が必要で、今後の、PDCA にも、役立てるようにしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。プラス A はこのようにインターネット上でのあらゆる情報をこのショートリテラシー1分間動画、3分間動画でお届けする予定です。どうぞよろしくお願いいたします。